東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？J1 名古屋は30日、昨季限りで退団したディフェンダーハーフナー日記が、AC ミランフォワード本田圭佑が、実質的オーナーのオーストリア3部 SV ホルンへ完全移籍すると発表した。同クラブは、獲得の理由について、欧州でも際立つ高さが、必ず武器になると信じ、1月の SV ホルンのキャンプに参加してもらい、クロアチア遠征で、オーストリア一部のチームやクロアチア一部のチームを相手に安定した守備を披露しており、戦力としての可能性を感じたと説明している。1m97 の長身を誇る日記は、オランダの AD オーデンハーグでプレーする FW ハーフのアマイク28の弟。川崎 F のジュニアユースから名古屋の U15 に移り、同 U18 から13年にトップチーム昇格。J1 リーグ戦の出場は通算3試合だった。クラブを通じて、僕は名古屋グランパスには U15 の頃からプレーをさせていただいたので、離れることがとても辛いし悔しいです。これからプレーする海外の新たな舞台で活躍し、しっかりと自分自身を成長させて、いつかグランパスに恩返しをしたいと思っています。これからもご声援よろしくお願いしますとコメントしている。父は元グランパスエイトに GK 高知兼任選手として在籍していたハーフナーディド。兄はオランダの AD オーデンハーグでプレープロサッカー選手。ハーフナー一家は日本国籍に帰化している。川崎フロンターレのジュニアユースを経て、名古屋グランパス U15、同 U18 所属。2013年トップチーム昇格。2011年から17歳以下、18歳以下の日本代表に選出される。プロ入り当時は、名古屋市内にあるインターナショナルスクールに在籍しており、2013年6月の卒業までは、プロサッカー選手と両立した生活を送っていた。プロ入り時点での身長は197cmで、その時点で、すでにグランパスでは歴代最長身であった。2012年夏頃までに成長は止まっていたと思われていたが、2014年シーズン開幕前のフィジカルテストで199cmまで伸びており、今後も伸びる可能性があることから、日記本人は伸びすぎによる敏捷性の低下を懸念している。